これ歌なのかなみたいな。わからない。はい、夢にもアマンダさんが出てきます。どうも、音楽を愛するメガネ男、金事でございます。ついこの間 YouTube で昔の海外アーティストの曲を漁っていたんですね。あのホテルカリフォルニアで有名なね、イーグルスとか、まあ、ジョン・レノンとか、まあ、あの辺りをね漁っていたんですけど、そしたらねこうパーッとこういろいろ見ていたら、なんかね気になるサムネイルを見つけまして、金髪の女性でアマンダ・リアって読むのかなとかね、まあこれ読み方ちょっと分かんないなとかね思いながら、まあ、アマンダだけは、ね、はっきり分かるんですけど、ね、この部分なんて読むのかなとかね思いながら、クイーン・オブ・チャイナタウンというね動画がありまして、そのアマンダ・リアさんのクイーン・オブ・チャイナタウン、多分 PV っぽいんですよね見た目は。その動画をポチッと再生してみたんですよ。そしたらね、あの軽快なリズムとともにチャイナというだけあって中国音楽っぽい感じと、女性のねなんかささやき声みたいな、低い声なんですけど女性のささやき声みたいな、低めの女性の声みたいなね、なんかそんなものがこう流れてきたんですね。中国音楽っぽい雰囲気の中に女性のボーカルでささやき声みたいな、何これみたいなね。多分その時もね、あの実際に声に出てたと思います、聞きながら。なんだこれみたいな。で音楽自体はめちゃくちゃノリノリでいいんですよ、なんかタイトル通り中国っぽい感じと、なんかディスコっぽい感じ、すごいノリノリで、なんかダンスミュージックっぽい感じなんですよね。でその中にそのまあ低めの声で、まあ、歌って言っていいのかみたいな、実際これ歌なのかなみたいな。とにかくねなんかささやいてるような。でそれがねずっと続いていて、なんだこれと思いながらそのまま聞き続けていたら、女性の声が入ってきたんですよ。あ、これがアマンダさんの声か、アマンダさんの歌声これだと思ってね、こうすごい軽快な感じで歌声が聞こえたんで、あ、これがこっちがアマンダさんの声かと思ったんですよね。そう思ってたらその声はすぐにこう歌うのやめちゃって、でまた低い声のささやき声みたいなアマンダさんみたいなね、アマンダさんの歌はと思っているうちにその曲は終わりました。わからない、でもなぜか惹かれる。気づいたらアマンダ・リアと表記されている動画次々と再生してしまいました。で気づいたんです、きっとさっきの低いささやき声こそがアマンダさんだと自分を恥じました。私も男ですよ。先入観を持ってね見ていた自分をねすごく恥じましたね。そう、アマンダさんは声が低いんだ、そしてささやくような歌声でもいいじゃないかと、はい、これね、あの今これ見ていただいてる方ね、騙されたと思って聞いてみてください。どぎも抜かれます。軽快なリズム、ディスコっぽい音楽とその真逆に突き進む歌声、何が何だかわからないけれどそのマリアージュに取りつかれてしまう。気づいた時にはアマンダさんの虜になっていました。よだれ出ちゃった、はい、夢にもアマンダさんが出てきます。そして耳元でささやくんです、チャイナタウン。その後調べたら70年代に人気があったアーティストらしく、ディスコスターとも呼ばれていたようです。その性別をめぐってはいろいろと噂はあったらしいですがねそうなんだそんなことはどうでもいい、とにかくセクシーです。そしてその楽曲は3回聴いたらハマります。3回です、3回聴いてみてください。私の言っている意味がわかります。なんかねモデルをされていたり画家もされているみたいですね。まあ今結構なお年を召されてると思うんですけども、数々の有名な殿方と噂になったこともあるらしく、すごく気になる方でございます。その殿方と噂っていうのはなんかダリとかね、あの芸術家のみたいですよ。私の中の新しい扉が開けました。
いろんな意味でね、はい、ひょんなことから耳にしたすごい音楽、アマンダ・リアさんのお話でした。なんかね、アマンダ・レアって呼ぶパターンもあるみたいです。これ本当にぜひ聞いてみてください。皆さんもし聞いていただけましたら、その感想もね、コメントなんかにいただきたいです。皆さんどう思うのか非常に気になります。私は好きです。はい、ということで、はい、今回はこの辺りにしたいと思います。ありがとうございました。